まあ、取れたらラッキーぐらいな感覚ですね、これは。ということで、こちら私の軍になります。松永久秀筆頭に5部隊が鉄砲を持ってると非常に強いですね。ただ、士気がだいぶ低いのが出てる。ちょっと優秀な家臣一旦戻してやる方が良かったかもしれないね。敵軍です。敵軍は信長隊だけ鉄砲を持ってるんですが、あとは持ってないということで、能力値。まあ、いや、敵軍の方が優秀だな。ただ、1000人の差とかあるので、これうまいこと倒せるんじゃないかなと思います。頑張りましょう。はい、ということで、今回の作戦なんですけども、金ドラ2つ置いたんで、この金ドラでね、めちゃめちゃ対面ポイント、対面ってか、技をね、貯めつつ、この攻撃負荷を共有をガンガン入れて敵を減らしていこうかなと思います。あとはもう射撃で待機ですね、ひたすら。まあ、敵にのろしをあったらやばいんですけど、まあ、そこは頑張るしかないといった感じか。それでは、バトルスタート。飯盛山の戦い。行くとしよう。よいしょ。で、まあ、基本的に射撃をしたいと。まあ、射撃をするだけですね、むしろ。なので、射撃のできる部隊を後ろに下げると。これでいいね。で、久秀はちょっと後ろから射撃する感じでいこう。あとは敵にのろし状はないので、これは救いだな。あとこの2200、2300か。こいつがどう移動できるか次第だね。とりあえず軍を後ろに避けるところからやりましょう。で、敵にめちゃめちゃこの後ろ金があるのが厄介ですね。ちょっと待ってな。この2000人すごい仕事はしてくれそう。で、射撃を撃ちたいのでこうちょっと移動させて。これ今みんな射撃できるでしょ。射撃、射撃はできそう。始めるぞ。よいしょ、 OKOK。 で、君らこうだね。共有はめっちゃ強いと思うので、それはいいとして、2300、君らほんとこの辺突っ込んでほしいけど、動きがどう出てくるか分かんないのが怖いね。まあ全部ザクザクザクっと、とりあえず金ドラとか取っといた方がいいと思う。後々厄介なのでね。始めるぞ。オッケーオッケー、めっちゃ仕事してる。ご命令を覚悟せよ。いいね、仕事終わり。じゃあ帰宅させましょう。まあぶつかっても来ないと思うんだけど。お、いいね、射撃が通りそうだ。始めよ。雨がやめば射撃通るんだけど。叩きのめせ。撃てない。よし、撃てるね。後期は今ぞ。いいねいいね、射撃撃ってる。やりたい前へ。射撃はかなり来てるのはありがたい。始めるぞ。ただ、ま、とりあえずお前ちょっと引くか。叩きのめせ。やりたい前へ。ご命令始めるぞ。ご命令ください。乱世の共有を届くのかな。撃つか、共有。止めてくれよ。あ、強、攻撃負荷だこれ。やりたい前へ。やれやれ。圧倒的有利を取れそう。いいね。一気に進ませましょう。覚悟せよ。ちょっと待ってな。始めるぞ。ね、覚悟せよ。君らちょっとさすがにその戦い方は不利だ。後ろ下げながらやろう。いいねいいね。で、共有めっちゃ強いんだけど、お前ら共有で撃てるようにちょっとこっち側移動させよう。嫌がらせをできるように。切り込め。共有。どうだこれで速度と攻撃負荷めっちゃ強いだろ絶対これ。まあ厄介極まりないが、第6天魔、まあそれは強いんだが、さすがにちょっと待って待って待って、全軍突撃も待って待って待って。久秀、久秀引け。
お前はなんでそんな突っ込むんだ。やばいやばいやばい。おいおいおい、引きたかったの引かせてくんなかったよこいつ。やりたい前。いやこれ勝てたぞ絶対。てか共有強いなめちゃめちゃ。時間がうまいこと進んでしまったというのが問題ですね。でこれまずいですね。お味方が捕らえられました。長宗我部がやられただと。まあ、とりあえずもう一旦講和。お前ら講和な。はっはっ、上杉も講和で終わりにしてくれ。ご命令を。まあ、多分こいつらももう帰ってこれると思う。返す返す。よいしょ。攻めてきても攻めてこなくてもどっちでもいいわ。よし、矛を収めてくれた。で何が厄介って、多分毛利は厄介だよね。この辺ちょっと取りに行きたいところだけど、毛利領を取りに行くのが正解なのか、龍造寺を倒しに行くのが正解なのか、これちょっと難しいところではある。まあ毛利倒しに行っても全然いいとは思うけど、毛利倒したいか。そうだね、毛利領ちょっと取りに行きましょう。よいしょ。毛利に対して宣戦布告いたします。よいしょ。今ここを攻めないとどこ攻めるのっていう話になるので攻めていこう。で、まあ、基本的には内有利で戦えるみたいなので、これもありがたいね。26,000。まあうち勝てるでしょう。でもう1部隊、何が一番重要ってここですよ。あ、すっごい内有利で戦えるんだね。いざ決戦の地。じゃあ2部隊で行こうか。そして、あーいいね、浮きた。つけます。6ヶ月ほど城と将兵を貸してほしい。いいよいいよ。鉄砲かな。で、猛攻後死傷知らずの効果があるうちにサクッとやってほしい。志果たせぬか。北条と通称いいね。ご命令を。まあこれでサクッといこう。北条同盟とか結べないか。北条と同盟結べたら最高だな。だとりあえず今は攻撃を加えて敵軍を減らし、うまいこと倒していくと。覚悟なき者に負けはせる。これでいこう。で君は26,000。いくぞ。正直ここで倒してもいいけどこっちの方が楽。26,000。いくぞ。普通に倒せそうだな。このまま突っ込むか。人数差あるんで多分大丈夫でしょう。よいしょ。完璧。進むぞ。山吹城、日野城とガンガン取りに行きましょう。この隅、まあ若干増えてるのはうざいがこれは仕方ない。毛利を一気に倒していきましょう。この城もらい受ける。いいね。進むぞ。山吹城に向かいます。表情を取り、これで織田軍と戦うときに軍がまともに出てきてくれるようになると信じたいですな。信じたいって。これにて表情を。対面ポイントも結構増えたね、ありがたいことに。で犬伝令は強いな。ただ技、ご命令を。そうだね、統制具足とか取った方がいいと思うんで、一旦しばらく放置かな。我が野望、何人たりとも止められぬ。まあまあまあ良いでしょう。相手方の使者行ってこい。細川藤高 57% でいいぞ。我が部の前に敵はおらぬ。よし、手を待ちます。完璧だ。出陣する。サクッと取ってもらおう。33日強行。そして毛利対浮田が勝利。いいね。この城もらい受ける。実質うちの領土みたいなもんだからな。進むぞ。三刀屋ガンガン行かせます。
三刀屋城を28日か、交渉ですぐだな。75、うわポイントが低いけど、まあでもここは65、ダメなのか。まあ28日そしたら包囲させましょう。ちょっとさすがに兵回復してんね。そして龍造寺で親善が終わった感じするな。これいいね、龍造寺同盟12ヶ月島津もまあやれるでしょう。よし、武田城突破。いやこれ後方めっちゃ城出せるようになったんで強いですね。何部屋集まったか。8300か。8300なら勝てんじゃね。次なる戦もよし、必ずや勝つ。順調だ。三刀屋突破。よいしょ、行くぞ。じゃあこのまま後に続け。とりあえずサクサク取りに行こう。果たせずか。そして、まあ、できるところとは、まあ、講和とかして奪い取ったりとかしてこうか。で大友、まあ同盟結びたいっていうならいいけど、始めましょう。仰せの通り、ご命令を。とりあえず毛利からやるっていうのはね、正しいと思うんだけど、考え方としては。荒木村重1万5000出るのか。ワンチャン勝てそうっていうか、まあ多分出陣せよ、負けてもいいやっていう感覚でちょっと攻めてみようか。朝倉義景が大友家に下ったようです。あ、どうぞどうぞ。優秀な武将はもういないですね。よし、八橋城に到着。79日かな。14日しか変わんないならいいでしょう、普通に攻めてって。よいしょ、表情を取り行う。いや一気に国土拡張ができてるのはありがたい。軍事と取ってこうか。軍事ポイント重要だよね。表情を終えよう。ただね、欲しいのこれなんですよ。野戦決戦後回復絶対強いよな。貯めておくか。とりあえずできることはもう軍事をひたすら取ること。この志、あとは毛利領をしっかりと落としていくことだ。長政隊も頑張ってもらいたいね。後に続け。2万か。長政2万でなんか結構サクッと落ちそうな雰囲気あるな。交渉できんじゃん。てかここ交渉できるんだったら、ちょっと待って。我らに勝とう。10年早い。いや、硬。佐藤銀山城兵出てないのかよ。46、まあ交渉でいいか。それはいいとして、君だ。2万兵いるなら交渉してくれ。よし、相手方の使者行ってこい。細川藤田か。吉川元春城主でいいぞ。ダメなのか。あ、まあ元春通るなら、容赦はせぬぞ。通るなら全然 OK で、ここは62、外勢低いけど価値はあると思うな。54、よし通った。みんな勝ち時を上げよう。じゃあ70、結構ね相性重要ですね。46、講和でもいいぞ。でさすがに6000人、お前は仕事終わりでいいよ。で2万、手を打ちます。兵士2万出すのは割と大変なので、高津向かわせるか。あとは軍出るんだったら出したいけど、出なさそうだな。まだ死にとうない。そして北条家との親善が終わったと。ありがてえな。じゃあこれ今同盟2カ国と結んでて、徳川とも同盟結べたら面白いな。承知いたしました。いや待てよ、徳川と同盟結ぶメリットってなんだ。織田か。織田包囲網をする可能性もあるので、そうだね、それ考えたら徳川と同盟は結ぶ価値あると思う。うん、あるな。徳川とこの同盟
切らせる方が多分強いでしょう。織田攻めの時のことを考えると。でどう、君なんだけど落とせない。まあ多分落としてくれると信じていこう。よし、秋になりました。米も17万ということで結構な数入ってきてくれてるね。サクサクっといってくれ高津。交渉すぐだ。107外星あるから、ホイダ元木を上司で奪いたい。よし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 、めっちゃでかい。でどこ行くのが正解か。いざ決戦の地、周防高森城向かうか。37、交渉する価値があるなら交渉してサクサクっと取っていきましょう。たわいのないものよ。よし突破で彼らは返すと。軍もそろそろ出るんじゃないかなと思うけど。表情を取り行う。じゃあ論議とひたすら軍事取ろうか。62、62、63、ポイントすごい優秀だけど、とりあえず防御力上昇、これで信長と戦う時とか多少有利に戦っていけると信じたいね。で、あーいいね、黒田官兵衛25,000出陣する。多分25,800結構出るな。ちょっと厄介でびっくりなんだが、そんな出る。17日でしょ。これはいいんだとして14,000、あ勝てるな。ただ毛利との戦が長引いてるって言ってるんで、もうそろそろ終わりにしないといけないか。使いの者が来たようです。一旦拒否かな。ちょっと無理していこう。そして大友対毛利、まあ、不参戦かな。我が部の前に敵はおらぬ。軍引いてくれたのめっちゃ強い。進め、とりあえず一生懸命取りに行きましょう。徳川と通称いいね。そして浮田家取り込める。あでかいでかいでかい。ここ取り込むことによって、まあ、浮田直家と明石照澄っていう90超えの優秀な部隊も手に入るし、赤井直政もいるんだね。で前線城が出るようになってるのも強い。三村はさ、清水宗春がいるんじゃないかなと思ったんだけどいないですね。まあ、弱いけど、ご命令を。普通にこのまま織田家攻めの時に有利になれるんでありがたいっていう感じか。じゃあ徳山城に来たということで交渉、ここはサクッと取ってもらいましょう。38日だけど交渉できるね。もうあんまりもう戦のやる気のないやつらなので、このまま倒していきたいところ。残念ながら落ちないと。毛利領か。96、黒田官兵衛、これはね解放の達人なんでいけんじゃないの。そんなに落ちない。志果たせ、ちょっと予想外ですね。どうやって軍出していくのが正解これ。ご命令を。まあ夫と戦うことはまあ将来的には考えてるけど、とりあえず29,000出すか。出すだけ価値はあると思う。とりあえず毛利家臣をうちで取りたい、そこは確定なんで。で織田対上杉、ここ不参戦でいこう。手段は選ばぬ、勝つ。いいね、清松城。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック、そのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。